絵本作り冒険でトレジャー探して姫で姫ちゃんとしたストーリーになってほしいけど豆最初に出すでしょ10分のクオリティではないっすねこれね、うん、怒ってる顔ってどうすなんですかこれは絵本ちょっと純喜くん分かりづらいわこれもずんなもちくんは黒豆ちゃんを牢屋に閉じ込め無理やり自分のフィアンセにしようとしている、まあ、もう文字が間違えてますけども OK もう書いていきましょうこれ黒か主人公名前何豆の筋トレ日記とかはおい豆ちゃんってことね豆ちゃん豆ちゃんは出てくるあ、そうや豆ちゃんか豆ちゃん冒険に出て早早早1年とかしよ早1年何してたんやちょっと待って豆ちゃんってどうなの豆ちゃん顔が分からん豆ちゃんの1年後の姿で描いていこうかなと思って多分1年もしたらねまあいろんなことしてるんで、まあ、トレーニングもしてたでしょう多分ねだからだいぶ変わってると思うんですよキランキランこれ3分キラーン豆ちゃんキラーンチチチチわお ずんなもちくんのフィアンセ名前決めよう名前決めないの何言うあんこ姉さん終了ですはい、僕が書いたのはこれなんですけどで多分まだ冒険始まってないんでここから冒険を始めようと思いましたで、そこに謎の美女が現れてあなたのフィアンセが大変なことになっているのに筋トレ中って What are you doing? って海外の方ですね、多分そんな彼にですね、こう地図を渡すとやっとここから冒険が始まりますよし頼みますお願いしますついに来ました僕が来たんですけども僕が6人目ということでもう結構中盤一番中盤なんですけどこれどういうことやろうえ豚だもちの場所って何文字が間違えてますけどもずんだもちくんって誰これ豆やんなじゃあこの方と豆が合ってるで地図もらったってとこから書けばいいのかなこの豆ちゃんはずっとこの豆ちゃんですか変形してます自分なりの豆ちゃんみたいなことああなるほどねずんだもちくんを探しに行ってるんだ豆は探す冒険かずんだもちくんに会いたいとこういう感じですかそのずんだもちくんに会うまでにいろんなこう試練とかがね多分あると思うんでその辺をねちょっと描いていこうかなって今思ってます壊滅的に絵が下手なんで僕ちなみにワニに遭遇しちゃった冒険中にワニの名前は何にしようかな大友くん大友くんにしよう大友くん
はい、できました。あのワニに出会ったんですね、ワニの大友くん。ワニの大友くんに出会って、ってびっくりして、なんでワニいるのってなったら、その大友くんに乗って、まめちゃんはあのずんだもちくんにこう会いに行くというお話でございました。ありがとうございました。まめちゃんは冒険中にずんだもちくんに会いに行く途中にワニに出会ったか。これはまめちゃんは大友くんと一緒に誰ずんだもちくんに会いに行きました。あ、これ大友くんなのね。あ、ワニが大友くんなんだ。いや、ネーミングセンスよ。はい、誰にしよっかな。じゃあ一旦文言だけ書こうかな。ミスさんともともくんなっちゃった。まあいいや、いけるか。大友くん、大友、残り5分、やば。ならすごいな、たくみくんめっちゃ書いてるやん。迷ってしまった、あれこれしているうちに、20年経ってしまった。あ、カエルみたいになっちゃった。あ、やばいかも、どうしよう。あー、やばいかも。頑張れって書いとこう。これ怒られそうやな、メンバーに言われそうやな。はい、終わります。次のメンバーがどうにかして魔法でも何でも使ってくれないと話が進まないです。若返らせてほしいな。経ってしまった20年の時を戻します。こんにちは、木俣です。まめちゃんと大友くんはずんだもちくんに会いに行く途中道に迷ってしまった。何これ、何て書いてあるのこれ。あれこれしているうちに20年経ってしまった。頑張れ。なんだそれ、絵面変わってないもんね、ほとんど。何もわからん。ちょっとわかんないですけど、僕が経ってしまった20年の時を戻します。経ってしまった20年の時を戻します。大友くんはワニなんだ。できたんすけど。軌道修正はしたよ。軌道修正は僕が8番目なんで、9、10、11、3人であと物語をどうにかしてください。時空がこう巻き戻って、もう一回こっから若い状態から続けれるよみたいな感じにしました。頑張ってください皆さん。大丈夫かなこれ。
その瞬間ピカーン謎の光が、うわ、2人は吸い込まれました。気がつくと20年前に戻ること。そしてそしてあ、旅は続くか。わーい、何の話これ。まずは話から書こう。さすがにこれ豆じゃないでしょ。一応書いとく。これ一応豆、ここにだって豆いないでしょ。豆ちゃんと姫ですよ。これこれめっちゃいいぞ。で、いい感じっす。20年前に戻ることができて、そしてあのいつも僕にくっついて甘えてくる姫はカマンメちゃんだったんだと気づき、愛しさが増してきたということで、失ってから初めて気がつく恋心ということですね。この世界ではカマンメちゃんのことをカマンメちゃんっていうことになったんですね、はい、で、僕はこいつがちょっと唯一分かんなくて、まあこれは多分敵だろうな、誰お前っていう、一応フィナーレに向けてのストーリーはつなげました、まあ、あとは2人にちょっと託したいなと思うんですけど、これめっちゃいいぞ。これいいエンディングが期待できます。では10番目の僕がやってきました。もうエンディングですよね。そろそろ僕と、最後が、豆で終わりなので、はい、僕の前がルキですね、はい、そしてあのいつも僕にくっついてきて甘えてくる姫はカマンメちゃんだったんだと気づき、ね、カマンメちゃんって失ってから初めて気づく恋心。何を言うてるんですか。お姫様と出会ったんだよね。出会って、え、ここで初めて出会った。でも次の豆で終わらさないといけないから、恋心に気づくと姫との、しかしね、恋ってのは多分そんな簡単じゃないと思うんですよ。人と人なんで、でそれを表現したいと思います。なんか可愛くしてあげたいな。ちゃんとリップも塗ってウインクしちゃって、お、可愛いじゃない。して、え、マメが王冠かぶってる。王族だこいつは。姫はこれは何をかぶってるんだ。天使の輪っか。死んでる。皆さん、この顔が2つなの気になりますよね。これは人は皆表と裏があるんですよ。それで恋心に気づくけど、ここでね、ルキでね、そんな簡単じゃないよって、その難しさを表現したいと思います。表裏
一体なのです。はい、僕のページはこうなりました。こだわりポイントはですね、より画角、ジャムの皆さんも好きじゃないですか、ミュージックビデオのよりの画角、そこをねやっぱ入れることで、ぐっと最後に皆さんの関心を引きつけられるのではないかなと、思いました。そしてね、こうハッピーエンド来るかなと思いきや、ちょっと不穏な空気、これを、最後の豆がどう料理するか、お任せしたいなと思います。ということで僕のページはこんな感じでした。お願いします。なんだこれ、俺は絵が描きたくないといつも言っているだろう。これはねガチなんだ。なんてこれ、何これ、なんで。しかし簡単に幸せになるとは限りません。恋とは愛と憎しみ表裏一体なのです。そんな話でした。ちょっと待って、こっちがマメちゃんでこっちが姫やんな。完全に双子なんかな。双子の世界、マメだから双子みたいなこと。ちょっと待って、ほんまにどうしよう。どうとでもなれって感じで書きます。俺は絵が下手って言ったからな。こうよね、だから体一つに対して顔が二つあるっていうことっすよね。つまり分離してるってことっすよね。寝てるんすよ、ベッドの上にいるっていう。上からしか描けないから俺。ピロ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 って、まあ、要はコンピューターです。コンピューターにこの装置はコンピューターであるって書いとこう。つまりしかし簡単に幸せになることは限りません。こういった愛と憎しみ表裏一体なのですっていう夢を見させられていたというオチにしましょう。これがだから、ここはベッドの上に寝てるんですよ。ベッドの上に寝てて、これはコンピューターである。コンピューターにベッドが装置されてて、バッて目覚めたら、あ、こういう夢を見てたのかっていうオチです。人体実験の施設だった。マメちゃんの物語は続く。これで終わりだ。恋に落ちてると思うんですよね、二人は。あ、多分ですけど、ただその恋は夢を見せられていたこの二人の悪夢というか夢だったみたいな。でその目が覚めた時に実体実験の施設だった。で黒幕は誰だったのか俺たちにも分からない。この物語は続く的な感じで OK。さあ、僕たちのオリジナル絵本が完成しました。こちらです。はい、よくやったよ。せっかくなんでね、みんな頑張って書いたんで読み聞かせをしていきましょう。はい、お願いします。皆さん、はじめまして。はじめまして。JO1 絵本の1ページ目を担当させていただきました、はい、与那城翔と申します。よろしくお願いします。すごい。それでは、失礼します。さあ、いきます。はい、ビロ。すごい、すげえ。英語すごいよ。豆英語書いてある。生まれたとこ。あ、そっから。うわー、すごい。まだ読んでない。Once upon a time, in a certain place, there was a big bean. わかんない、先生。わかるか。ちょっとわかんない。ケイゴくんに英語で渡したってこと。うわ、おもろ。純喜はわかるはず。わかるよ。昔々あるところに大きな豆がありました。お、素晴らしい。はい、次こちらです。成長早っ。はい、書いてるね。僕は豆太郎、不思議な魔法の豆がから生まれたよ。あー、なるほど。いいやん。あれ、
なんか遠くから助けてって声が聞こえるよ。助けて。いいね。いいね。絵本っぽい。どこかから声が聞こえるよ。聞こえる。そしたらなんとそこには。おお。だだ。いいパス。ね、絵本っぽいね。じゃあ次、はい、はい。助けてね、来ました。来ました。そこにはなんと。なんと。うん、窓から黒豆ちゃんが助けを求めてる。いやあ。これがこれお姫様です。これ。うわ、いいね、いいね、いいね。出てきた、出てきた。はあはあ、まあまあまあ、ストーリーは繋がってる。はい、メロン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 。黒豆ちゃん、ずんだもちくんは黒豆ちゃんを牢屋に閉じ込め。誰ずんだもちくん。なんで？なんで？無理やり自分のフィアンセにしようとしている。いいよ、いいよ、いいよ。あいいよいいよいいよ、ちょっと待って、ね、敵やんなこれ。こいつが敵だよ。あ、こいつ敵だよ。そういうこと。あれ敵なんだ、ずんだもちが敵。ずんだもちって敵やったんや。黒豆ちゃんは嫌がって泣いてるよ。あ、いいよ。ひどいわずんだもちくん。ガハガハ、黒豆ちゃんは俺のフィアンセ。あ、いいよ、いいよ、いいよ、いいじゃん。ずんだもちじゃない、これメロンじゃないやん。ずんだもちくんですね。続いて作りました近所スカイです。大変な事態になっているとは知らずに冒険に出て早1年、すっかり大人になった豆ちゃん。いや豆太郎やん。あ、そうなってると知らずに、ね、主人公の絵安定してなさすぎやろ。とそこに現れた謎の美女。あなた、あなたのフィアンセが大変なことになっているのに筋トレ中。あ、そういうこと。 What are you doing? あ、いいね、いいね。仲間や、仲間。そんな彼に、ずんだもちか。そう、ずだだもちのずずだだもちの、ずだだもちの場所の地図を渡す、うん、ずんだもちのフィアンセあんこ姉さん。あ、この人が本物のずんだもちのフィアンセなんや。フィアンセの素晴らしい。スカイク素晴らしい。今4人います。今登場人物4人います。マメちゃんは冒険中に、うん、ずんだもちくんに会いに行く途中に、うん、ワニに出会った。おお、危ない。そしてえーってなって、うん、あ、仲間になろうよ、いいよっつって、うん、名前何って言って大友くんだよ。めっちゃいい。出た大友くん。この子大友くん。大友くん、ワニの大友くんに出会って、マメちゃんは大友くんと一緒にずんだもちくんに会いに行きました。なるほど、なるほど。なんか友達みたい、ずんだもちくんと。会いに行ったんだ。マメちゃんと大友くんはずんだもちくんに会いに行く途中、道に迷ってしまった。お、大友とマメちゃん、涙、うん、泣いてんのね。あれこれしているうちに20年経ってしまった。何してんの。頑張れ。何やこれ。 10 years later。 すいません、頭働いてないです。その瞬間、ピカーンと謎の光が、2人が吸い込まれました。気がつくと、20年前に戻ることができました。20年前に戻ることができました。やったやった。軌道修正したから。大好き。軌道修正。助かった。そしてあのいつも僕にくっついてきて甘えてくる姫はカマンメちゃんだったんだと気づき、誰な、愛しさが増してきた。失ってから初めて気づく恋心。なんで五七五やってるんですか。失ってから初めて気づく恋心。どうしよう、ね、急にから、え、おお、あら、あら、あら。しかし、うん、簡単に幸せになれるとは限りません。おお、恋とは愛と憎しみ表裏一体なのです。深い、深い、深いけど、物語表裏一体とか絵本に出てくるんや。たまに挟んでくるやつあるけど。ピロ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 。そして目が覚めた時、そこは人体実験の施設だった。すごい。黒幕は誰だったのか。マメちゃんの物語は続く。うわ、気になる。え、続き気になる。これめっちゃおもろいな。え、何これ。え、待って、なんかここまで完璧やった。完璧やったよ。どこまで。いや、スカイまで、スカイまで。スカイまで。大友くん誰。大友くんが。まあでもね、じゃだからこっからずんだもちくんが敵なのかどうかが分からんまま進んでいって。え、ずんだもちくん敵やった。敵やったんすよ。嘘。もう一回見してもらっていいですか。スカイの
ずんだ餅の場所の地図を渡すって。確かにね。あーなんかずんだ餅に会いたくて。ずんだ餅のフィアンセでしょ。あーなのかなって俺ちょっと思っちゃって。ずんだ餅はそういうこと。ずんだ餅は この人がフィアンセなんだけど、車目ちゃんのことをそう捉えちゃった。アント姉さんがそれをあの阻止してくれっていうことで手紙渡したことやな。からのおからの誰やねん。ワニなんやねん。ややこしいな。あれやん、冒険って仲間に出会う。なんでワニ出すの。まあそうやな。次のページこれでしょ。こいつやろ。こいつのせや。フィアンすぎるって。こいつのせや。展開あった方が面白いなと思って。で次ファインプレーね。これファインプレーやな。めっちゃやな、ここら辺。あれ、うわー、どっから始まったの。あの、ショウヤの見てもらったら分かるけど、この大友さんとかの説明が一切ないのよ。まあまあ、そうだね。戻すことに必死だから。最初にテーマ決めてるじゃないですか、冒険的。だから、うん、俺はこれ、冒険してて、はい、姫と豆ちゃんは出てきてないもんだと思ってんの、俺は。これは俺、敵だと思ったの、大友さんと。謎のね、そう、豆を敵だと思って。反対、反対。そう、結局俺の中で描いてたのは、このいろいろ冒険してトレジャー探してたじゃないですか、はいはいはい、誰だ。トレジャーが実は一番近くにいたお豆ちゃんだった。かけてるんだ。これを見たレンがめちゃめちゃやめちゃめちゃ可愛いよ。めちゃめちゃや。可愛いけど。違う、もうあのルキで終わってんのよ、ストーリーが。こういうの幸せになって終わってたから、なんか後日談でちょっと外れますよって、ちょっと変えようかなと思って。豆ってこう割れるじゃない。あー4人いるんか、なんかその思ってる。そういうことか。だから体が一つになってて怖すぎやろ。これだいぶ怖いんだけど。怖すぎやろ。これちょっとやばい。まあ良かったですね。いや良かった良かったです。絵は難しいな、やっぱ。おもろい。ということでね、もうジャムの皆さんがね、落ち込む時や眠れない時は、この絵本をね、見ていただいてリラックスして大きく笑ってください。リラックス、はい、ということで以上、はい、ジャムでした。バイバイ。Once upon a time, in a certain place, there was a big bean. 僕は豆太郎。不思議な魔法の豆から生まれたよ。あれ？なんか遠くから助けてーって声が聞こえるよ。助けてー。どこかから声が聞こえる。そしたら、なんとそこには窓から黒豆ちゃんが助けを求めてる。いやー！黒豆ちゃん、ずんだ餅くんは黒豆ちゃんを牢屋に閉じ込め、無理やり自分のフィアンセにしようとして、黒豆ちゃんは嫌がって泣いてるよ。ひどいわ、ずんだもちくん。ガハガハ、黒豆ちゃんは俺のフィアンセ。大変な事態になっているとは知らずに、冒険に出て早1年、すっかり大人になった豆ちゃん。キラン、ギュ、ムキと、そこに現れた謎の美女。あなたのフィアンセが大変なことになっているのに筋トレ中。 What are you doing? ずんだ餅の場所の地図を渡す。ずんだ餅のフィアンセ、あんこ姉さん。まめちゃんは冒険中にずんだ餅くんに会いに行く途中にワニに出会った。そしたらえーってやって、仲間になろうよ、いいよっつって、ワニの大友くん。その大友くんに乗ってまめちゃんはずんだ餅くんにこう会いに行く。マメちゃんと大友くんはずんだもちくんに会いに行く途中、道に迷ってしまった、大友とマメちゃん、涙。あれこれしているうちに20年経ってしまった。頑張れ、20 years later。 その瞬間、ピカーンと謎の光が二人が吸い込まれました。気がつくと20年前に戻ることができました。あ、やった、やったー。そしていつも僕にくっついて甘えてくる姫はカマンメちゃんだったんだと気づき、愛しさが増してきた。失ってから初めて気がつく恋心。しかし簡単に幸せになれるとは限りません。恋とは愛と憎しみ、表裏一体なのです。そして目が覚めた時、そこは人体実験の施設だった。この装置はコンピューターである。黒幕は誰だったのか。豆ちゃんの物語は続く。